雄太の驚くべき神対応 AD の大失敗に見せた寛大な心とはナンバーアンダーライン I の神宮寺雄太が香る理由ファン必見の香水と柔軟剤の秘密神宮寺雄太その名前を聞くだけで多くのファンが彼の優しさと寛大さを思い浮かべることでしょう彼のエピソードはまさに人間としての素晴らしさを物語っています 例えば、ある日の撮影で AD がミスをして重要なシーンが消えてしまったことがありました。その時、神宮寺は怒るどころか、翌日の再撮影に心よく応じました。スタッフが謝罪すると、誰にでもミスはあると微笑んでいったと言います。このエピソードは、彼の寛大な心を如実に示しています。また、彼は後輩に対する気遣いも特筆すべきものがあります。 ケータリングや差し入れの際必ず後輩を優先し自分は最後に取るようにしているそうですこうした行動は彼がどれだけ他人を思いやる気持ちを持っているかを表していますさらに神宮寺の香りに対する関心も話題となっています彼が過去に使用していたバイレードのジプシーウォーターと現在のイブ・サン・ローランのリブレはどちらも爽やかで清潔感のある香りで 多くののファンがその香りに魅了されています彼が頻繁に香水をつけ直していることも常に自分を清潔に保ち周囲に良い印象を与えたいという思いの表れなのでしょう神宮寺勇太はライブの準備で忙しい中でもファンとの交流を大切にしています6月のライブの準備で診察が難しい状況でもファンは彼からのメッセージやライブの感想を楽しみにしています 彼の一言一言がファンにとって大きな励みとなり、その期待に応えるために彼は全力を尽くしています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーである神宮寺、翔、騎士はビジュアルだけでなく、その人間性も素晴らしいと言われています。特に神宮寺は、年下年上関係なく全方位に気遣いができる、本当に素晴らしい人です。顔よし、性格よし、スタイルよしと、 三拍子揃った彼の魅力は計り知れませんそんな彼がメンバーにもスタッフにも優しくその優しさがすべての人たちに波及して周りのみんなをさらにハッピーにしているのです実際神宮寺の優しさや気遣いに癒されているメンバーたちも多くみんなが彼のことを取り合っていると言われていますナンバーアンダーラインアイが良いグループである理由は 互いを尊敬し尊重し合う関係にあるからでしょうその尊敬の念がパフォーマンスにもつながっているのですまたファンの中には神宮寺の柔軟剤の CM 出演を熱望する声も多く彼が使っているとされる製品を購入するファンも少なくありませんこうしたエピソードからも神宮寺の影響力がどれだけ大きいかが分かります彼の魅力は 単に見た目の良さだけでなく、その内面からにじみ出る優しさや気遣いにあります。ファンは彼のエピソードを聞くたびに幸せな気持ちになり、彼のように優しい人間でありたいと願うようになります。こうした思いが、彼をさらに支持する大きな理由となっているのでしょう。あるファンは、ジン君の素敵なエピソードを聞いて、朝からニマニマさせてくれてありがとうと感謝の意を表しています。 このように彼の優しさがどれだけ多くの人に影響を与えているかがわかります彼はまたメンバーやスタッフからの信頼も厚く誰にでも分け隔てなく優しく接することができる人ですこれが彼の人気の秘訣であり多くの人が彼を見習いたいと思う理由でもあります神宮自由太のストーリーは単なるアイドルのエピソードではなく 人間としての生き方や心のあり方を教えてくれるものです彼の行動や言葉からは多くのことを学ぶことができますそして彼のように優しく寛大な心を持つことの大切さを改めて感じさせてくれます私たちも彼のエピソードを通じて日常の中で他人を思いやる気持ちを持ち続けることの重要性を再認識することができますそして その気持ちが周囲の人々にどれだけ大きな影響を与えるかを考えるきっかけとなるでしょう神宮寺雄太のような人がいることで私たちの世界は少しでも優しくそして温かい場所になるのかもしれません彼のエピソードはそんな希望を与えてくれるものですさらに彼の影響力はファンだけにとどまらず彼と関わるすべての人に及んでいますスタッフや共演者 さらにはケータリングスタッフに至るまで彼の優しさが伝わりその場の雰囲気を和ませる力を持っていますあるスタッフは神宮寺さんと一緒に仕事をすることで自分自身ももっと他人に優しくなりたいと思うようになったと語っています彼の行動は周囲の人々にポジティブな影響を与えその結果としてより良い環境を作り出しているのですまた 神宮寺はその多忙なスケジュールの中でも自分自身のケアを怠りません彼が使用している香水や柔軟剤の選び方からも自分自身を大切にし周囲に良い影響を与えたいという思いが伝わってきます彼の清潔感あふれる姿は多くの人に好印象を与え彼自身もそのことを自覚しているのでしょうさらにファンとの交流を大切にする姿勢も 彼のの大きな魅力の一つです SNS やイベントを通じてファンと積極的にコミュニケーションをとりその一言一言がファンにとって大きな励みとなっています彼のファンに対する思いやりや感謝の気持ちは常に伝わってきます例えばあるファンは「仁君が SNS で私たちファンに向けてメッセージをくれるたびに本当に嬉しくて涙が出ると言います」 こうしたエピソードからも、彼がどれだけファンを大切に思っているかがわかります。また、神宮寺の優しさは、彼のプライベートな部分にも表れています。彼は友人や家族に対しても変わらぬ優しさを持ち続け、そのことが彼の人間性をさらに引き立てています。彼の親友である将や騎士との関係も、非常に深く、互いに支え合い尊敬し合う姿勢が見て取れます。 彼らの関係性がパフォーマンスにも良い影響を与えていることは明らかでファンもその絆を見て感動しさらに彼らを応援したくなるのですまた神宮寺の行動は彼のファンだけでなく業界全体にも良い影響を与えています彼が所属する事務所とべは彼のような優しさと気遣いを持つタレントを育てることで知られています そのため多くのファンが安心して彼を応援することができるのです例えばあるファンは「トベは本当に良い事務所だと感じる」「神宮寺君のような素晴らしいタレントがいることでもっと安心して応援できると言います」「事務所の方針やタレントの人柄がファンに安心感を与えそれがさらに応援の原動力となっているのです」また 彼の影響力は商業的な面でも顕著です。神宮寺が使用する香水や銃、難剤、基礎化粧品などはファンの間で瞬く間に人気商品となります。彼が実際に使っている製品を購入し、彼と同じ香りや使用感を楽しむことで、ファンはさらに彼とのつながりを感じることができるのです。例えば、 神宮寺君が使っている香水を私も買って毎日使っています同じ香りを身にまとうことで彼に少しでも近づけた気がするといったファンの声は少なくありません彼の影響力がどれだけ強いかを示すエピソードです神宮寺勇太のストーリーは彼の優しさと寛大さがどれだけ多くの人に影響を与えているかを物語っています 彼の行動や言葉から学ぶことは多く、私たちも彼のように優しく寛大な心を持ち続けることの重要性を再認識することができます。彼のエピソードは、日常生活の中で他人を思いやる気持ちを持ち続けることの大切さを教えてくれます。そして、その気持ちが周囲の人々にどれだけ大きな影響を与えるかを考えるきっかけとなるでしょう。